お疲れ様です。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら。日本に行って息子は下品になった。外国人が母国へ帰った時に両親から嫌がられた日本で身についた習慣とは。日本で暮らす外国人は年々増加し、最近では300万人近くにも達するという調査もあります。そんな在日外国人の方が最初に来日した時は様々な文化の違いに戸惑うといいます。しかし徐々に日本の暮らしに慣れてすっかり日本人化してしまう人も多いそうです。今回はそんな例をご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。皆さんは引っ越しなどで暮らす環境が変わって最初は戸惑うことがあっても徐々に慣れてきて、気がついた時にはその土地での暮らしがなんだか心地のいいものになってたなんていうような経験をしたことはありませんか？住めば都という言葉はまさにそんな心境を指しています。人間は異なる環境でもなんとか適応してしまう能力を持っているものです。それは日本という異郷の地で暮らしている外国人の皆さんでも同じ。民族も文化も全く違う中で最初は大きな戸惑いがあったに違いありませんが、しばらく暮らしているうちにしっかり自分が日本人化していることに気づくといいます。その例としてまずは代表的なものをいくつかご紹介しましょう。公共の場所で静かにするようになった。電車の中や飲食店、図書館などの公共の場所で大声で話したり携帯電話で話すことをやめるようになったという意見は多いようです。さらに複数の席を占領したり割り込みをしたりしなくなり、礼儀正しさを身につけるようになったなどの声までありました。皆さんが電車に乗るときには携帯電話の通話はご遠慮くださいというアナウンスを必ずと言っていいほど耳にすると思います。しかし公共交通機関で携帯電話の使用を制限するというのは世界的に見ればかなり珍しいことなのです。そのため日本の電車の静かな光景は来日した外国人の目には異様にすら映るんだとか。それでも日本で数年の月日を過ごすうちに多くの日本人と同じように行動することが身につくというのですから、慣れというのは恐ろしいものですね。食べられるものや食べ物の好みが変わる。外国人が受け付けない日本の食べ物といえば刺身や寿司、生卵などの生物です。特に生卵は多くの外国人にとってとても受け付けられるものではないといいます。卵は世界中で食べられていますが、生の卵を日常的に食べる文化は世界的に見ても非常に珍しいのです。日本は衛生管理が行き届いた環境があるため安心して生卵を食べることができますが、そうではない海外の国々では衛生的な理由で生卵を避けていると考えられます。そんな海外の人々ですが、食べてみたら美味しかったという多くの声が上がっています。やはり最初は抵抗が大きいようですが、少しずつ試すことで生食の美味しさが感じられるようになるみたいですよ。寿司や刺身など生の魚を使った料理も外国人が苦手ということが知られていますが、実際には来日してから好きになった食べ物として真っ先に挙げられることも多いようです。寿司自体は食べたことがあっても、ドラゴンロールやカリフォルニアロールなどのフュージョン系といわれるマヨネーズやアボカド、照り焼きソースを使ったものばかりで、刺身を使った本物の寿司は日本に来て初めて食べたという人もいました。また日本の寿司は好きになったけれども、同じものを自分の国では食べたくない、なぜなら衛生環境が全然違うからねという声も。日本の優れた衛生管理あっての生食文化ということは世界的に知られているようですね。常に最高のサービスを期待してしまう。
日本の接客やおもてなしは世界最高レベルにあると言われます。どんなに少額の買い物であっても店員さんが敬意を払ってくれるという日本での経験に感動する外国人は多いようです。日本で初めて買い物をした時、店員さんが出口まで商品を持ってくれたのがとても嬉しかったわ。買った洋服が1年後にボタンが取れちゃったんだ。それで買ったショップに持って行ったら無料で修理してくれたんだ。しかもボタンの在庫がなかったからって全部を新しいボタンに変えてくれたんだ。おかげで日本の大ファンになったよ。海外のスターバックスよりも店員さんがとても優しいよね。銀行に案内の人がいて、どこの窓口に行けばいいのか迷ってると声をかけて案内してくれたの。親切な心遣いに嬉しくなりました。このような声が聞かれました。このような日本のサービスに慣れてしまうと、少しでもレベルの低い接客や理不尽な状況に遭遇した時、強い不満を覚えてしまうというのです。この感覚は一度海外と日本の違いに感動した体験があるだけに、私たち日本人よりも強いのかもしれません。挨拶をする機会が増えた。挨拶は全世界共通と思いきや、そのタイミングや頻度はかなり違うようです。中でも日本人は挨拶をよくする民族で、来日した外国人はそのギャップに戸惑うと言います。学校や職場に来たらおはようございます、帰宅するときはお疲れ様です。日本人は毎回必ず一言かけて行動します。その職場の中にいるうちに自分も言うようになってきたんだ。自分がまるで日本人になったみたいだよ。このベトナムから来た男性は、学校やアルバイト先でも率先して挨拶することで日本に馴染むことができたと語っているそうです。他にも外国人が日本人化したと思う例をいくつかご紹介しましょう。紙幣をきれいにしまうようになった。中国は定額紙幣が多いけど、日本の紙幣は額面が多いからかもしれない。部屋の中で靴を脱ぐようになった。ハグとか握手をあまりしなくなった。電話の相手にお辞儀をしてるのを見て笑っていたけど、数ヶ月もしないうちに自分も同じことをやっていた。バスや電車が時間通りに来るのを当たり前だと思うようになった。かなり混雑している電車でも10人はまだ入れることを知っている。立ち上がるとき、よいしょと言ってしまう。さて、最後は以前ちょっとした論争を巻き起こしたある問題にフォーカスしましょう。ヌードルハラスメント、ヌーハラという言葉を聞いたことはありますか？その意味は、日本人が麺をすすって食べるのは訪日観光客に対するハラスメントにあたるというもの。日本でも食べ物を食べるときは音を立てないようにするのがマナーですが、ラーメンやそばなどの麺類に関しては例外とされています。このような風習は欧米はもちろん、麺を食べることの多い中国や韓国でもあまり見られることがありません。この食べ方、実際にはそこまで外国人に不快感を与えるものではないようですが、ほとんどが驚きを感じるそうです。しかし、郷に入っては郷に従えではありませんが、これが日本の食文化なのだと素直に受け取っているという声も少なくありません。そして他の例と同じように、気づけば日本人と同じような食べ方をしているという外国人も大勢います。来日6年目のある中国人女性は、日本のそばやラーメンはすすって食べた方が美味しいと思えるようになってきましたと語り、中国の人たちの間にはすすって食べる理由について、暑さを和らげる効果と美味しさの表現の意味があるという説まで浸透しているそうです。中国人留学生がラーメン屋さんでしっかりと麺をすすっていたという目撃談もありました。また日本の麺の食べ方を経験した外国人の中には、食べ方そのものにハマってしまう人も現れるんだとか。麺をするのって超楽しいね、
僕は名すすり名人だよ。しかし、すすりマスターになった外国人は母国に帰った時が大変なようです。俺はラーメンもそばも味噌汁もすすって食べるのに慣れちゃってる。ただ困るのは、アメリカに帰った時、両親の前でスパゲッティとかスープをすすっちゃうことだ。両親に、はしたないからやめてと言われるようになってしまったよ。どんな環境にも適応してしまう人間の強さには感心してしまいますが、異文化にどっぷりと馴染んでいく外国人の声を聞いていると、なんだかほっこりした気分になってきますよね。外国の文化に限らず、人と人の関係も最初は壁を感じたり誤解が生じてしまうもの。しかし、時間をかけてお互いを理解することで絆や友情が生まれます。そのことでお互いの良さや本質に気づくことができるのですから、出会いとはかけがえのないものです。私たちは異なる文化を恐れることなく、新しい出会いに向けて常に前に進んでいきたいものですよね。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。